皆さんこんにちは。ネコビットのカーズです。今日はここにあるこの小さい黒い粒、マイコンの AVR AT Tiny 10、米粒 AVR と言われるマイコンです。これにプログラムを書き込むための基板を作ったので紹介したいと思います。こういう表面実装のマイコンに直接プログラムを書き込むときは、ハンダ付けをせずにリップに変換する変換ソケット、変換基板ではなく変換ソケットというのがあるんですが、それが高価な上に日本ではなかなか入手できないというですね、難儀なものなので、それを使わずに AT Tiny 10にプログラムを書き込むために、簡易型ではあるんですが、こういう書き込み専用の基板を起こしてみました。これがその基板なんですけれども、この AVRISP Mark II という書き込み機、このコネクタをこのボードに接続して、このくぼみに置いたマイコンにプログラムを書き込むというボードです。この小さいマイコン、しかも表面実装なので、リップのようにブレッドボードなんかに挿してプログラムというのはできないんですね。表面実装のマイコンにプログラムを書き込む場合、通常は書き込み専用のピンを外に出して、そこにコネクタを接続してプログラムしたり、リップ化変換基板を使うのが通常です。ただこのマイコンについては、3ミリ角ぐらいのサイズしかないので、そのサイズを最大限に利用するために書き込みピンのスペースすら削りたいっていう場合があると思うんですね。そんな時にこの基板を使って先にプログラムを書き込んでおく。で、書き込み済みの AT Tiny 10を基板にハンダ付けする。ここに AT Tiny 10が入ってるんですが、書き込み済みのマイコンをハンダ付けすることで、書き込み専用のピンを基板上に作る必要がなくなります。では書き込みの手順を実際にやってみましょう。この基板はこういう形でスリットと切り欠きがあります。で、その切り欠きにジグを差し込んであげると、基板の接点と AT Tiny 10がきちんと接続する場所にガイドするようになっています。この溝にAT Tiny 10を差し込んで、上からもう一つのジグでマイコンを押さえ込みます。そして手でこうやって押さえることで圧を加えて、書き込み用のパッドにマイコンを押し付けながら書き込みをするという仕組みになってます。では実際に接続してみましょう。まず電源をつなぎます。電源は 5V を接続します。 AT Tiny 10自体は 1.8V 程度から駆動してくれるんですが、書き込み時は 3V 程度を与えてもまだ書き込みができないので 5V を接続してください。 AVRISP Mark II のコネクタを基板に挿すのですが、ソケットの出っ張りと同じ形が基板のシルクに書いてありますので、それに合わせて差し込んでください。そしてこの AT Tiny 10は本当に小さくてですね、裸眼ではなかなかシルクが視認できないくらいの小ささなので、ルーペなどで
確認して1番ピンを間違えないように気をつけてください。1番ピンが正面を向いた状態で左手前に来るようにしてください。この黄色いジグの左側にですね、ちょっとだけ切り欠きがあるので、そちら側に1番ピンという感じで覚えてもらえれば良いと思います。で、ここにこうやってマイクを乗せて奥にスライドして押し込んでいきます。で、オレンジに点滅するんですが、これはマイコンがまだ接続状態になってないためなので、この黄色いもう一つのジグを使って指で軽く押さえつけてあげます。で、今こうやって重ねましたが、横からこっち側に圧をかけてもあまりきちんと接続されないので、一度こっち側に追い込んだら上から圧を加えてあげます。そしたら試しにまずはマイコンの状態を確認してみます。押さえつけた状態で接続を確認してみると、オレンジ点滅が収まって緑点灯に変わります。こうすると電源的に接続された状態になります。そしてデバイスシグネチャーをリードしてここに読み込まれれば、確実にプログラマーとマイコンが通信できている状態になります。で、これで試しに一度力を入れずにリードしてみると、このようなエラーが出ます。これは単純にマイコンと通信ができていないというエラーになります。で、上からグッと力を入れてあげてリードすると通信ができます。で、この画面でプログラムというボタンを押してあげると、はい、書き込みました。ここに OK が出れば無事マイコンにプログラムが書き込まれたということになります。これで書き込み作業は終わりです。そして例えばこうやってハンダ付けをして実際に動作確認をしてみます。はい、LED がしっかりと光っているので書き込みはちゃんとできているということになりますね。以上でこの AT タイニー10書き込みボードの紹介は終わりです。 3×3mm というですね、実装面積というのは強力な武器になると思いますので、皆さんも米粒マイコン、米粒 AVR 一度チャレンジしてみてはどうでしょうか。ではご視聴ありがとうございました。